どうも料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、ちょっとですねラーメンを作っていきたいんですけども、このラーメンね、まあ、皆さんの大好きなラーメンって言ったら何かなって僕考えたんですよ。やっぱ国民の皆さんが一番好きなラーメンといえばやっぱりこの札幌一番じゃないかなと思ったんです。はい。で、もう一つ皆さんがもうこれほぼ国民食といっても過言じゃないぐらい流行ってるラーメンあると思うんですけど、なんだと思います？あ、そうですね、ラーメン二郎ですね。もうほぼほぼ国民食のこの札幌一番とほぼほぼ国民食のラーメン二郎ですね、これ2つを掛け合わせたらもう究極のラーメンができるんじゃないのかっていうふうに思いまして、今回ですね、ちょっと札幌一番二郎を作ろうと思います。はい、それでは材料紹介いきたいと思います。まずですね、札幌一番醤油味です。醤油味、みんなね、あんま醤油味食べないんですよね。醤油うまいんで、誰もこの醤油味のレシピやらないんですよね。あんまね、僕もやったことないんですけど、今回ちょっと醤油味が一番合うと思います。醤油味、いきたいと思います。あとですね、二郎といえば豚なんですよね。結構ね、豚の塊をやるとすごい時間かかっちゃうので、今回は薄切り肉、はい、豚バラの薄切り肉を用意しました。キャベツです。キャベツがね、これね、だいたい 120g ぐらい、っていうとキャベツが8分の1ぐらいですね。あともやしです。もやし1パック 200g のものですね。二郎といえばこれですね、ニンニクですね。大粒のもの、今回ちょっと国産頑張ってて、国産のものなんですけども、2つです。あとプレモルですね。はい、はい、それではやっていきたいと思います。まず豚バラ肉を切っていきます。だいたいですね、このぐらいの 4-5cm にカットしていきます。で、この状態でですね、なんかこう適当な器に入れていきます。適当な器に全部入れちゃいます。で、ここにですね、ちょっとね、二郎の豚を再現したいので、これに味付けをしたいと思います。まずですね、醤油ですね。お醤油が、大さじ2です。はい、で、みりんですね、小さじ2です。はい、あとうまみ調味料ですね、1、2、3、4、4振りしてください。で、この状態でですね、肉揉み込んでおきます。揉み込んで、そうですね、数分つけてください。数分で結構です。で、肉もっと欲しい方はね、もうちょっと入れてもいいですからね。はい、今回は 80g でいきます。で、よーく揉み込んでね、味を染み出してください。これがチャーシュー代わりになります。はい、じゃあですね、野菜を切っていこうと思います。そんなにね、細くしなくてもいいので、千切りしてくださいね。ちょっとですね、今回野菜マシマシでいきたいんで、結構ね、入れます。こんな感じで、切れましたら、ボウルに移しますね。すげえ量だな、これ大丈夫かな。ここにですね、もやしも入れちゃいます。でですね、わっしゃわっしゃと混ぜておきましょうね。これね、まあ、二郎といえばこんな感じなんじゃないかと思います。すいません、僕二郎食べたことないです。だからちょっと誰か、二郎を愛してる人には怒られるかもしれませんすいませんが、想像で作ってます。僕想像で作るのすごい多いです。ニンニクね、ニンニクも刻みます。ニンニクはね、このケツの、おケツの部分を切り落としてクラッシュしますね。はい、親の仇のようにと潰します。はい、芯を抜きますね。で、これをですね、もう一個やっていきます。はい、こんな感じで、はい、親の仇のようにね、プレスしていきます。はい、こちらをですね、細かく刻んでいこうと思います。二郎といえばニンニクなんですよね、多分。こんな感じでですね、細かく刻んでいきましょうね。はい、ちょっとね、粒が大きいとね、食べた時にグッてなりますので、かなりね、細かくしていきましょうね、これね。はい、こんぐらい細かくできましたら、ニンニクの方は完成です。ニンニクマシマシって感じですね。はい、それではですね、こっからは結構ね、簡単です。今回ですね、なんとこれ、電子レンジで一発調理します。二郎みたいなラーメンが、なんと電子レンジ一発でできる、紙レシピになってますんで、ちょっとね、ちょっと順番間違えた。先に酢入れます。ここポイントです。その上に札幌一番置きます。で、麺置きます。はい、そこにですね、お水をかけます。 450cc の水です。皆さん、水です。お湯じゃないです、水ですよ。そこにですね、先ほど漬けた豚ですね。はい、こちらをですね、なるべく散らしていきます。こんな感じですかね。なんか広げてください。固まってるとね、ちょっと火が通りにくくなっちゃうので、この周りあたりに乗せるような感じで、肉増やすようなになったら、肉の火が通りが悪いとすごく怖いので、電子レンジの加熱時間は調整してくださいね。はい、はい、こんな感じですね。こんな感じで、ここ
こにですね、残った汁を入れちゃいましょう。はい、野菜がめちゃめちゃ入ってるんでね、ちょっとね味が薄いので、はい、でごめんなさい、材料説明の動画なかったんですけど、これねスーパーでお肉買うともらえるんです。牛脂です。これね、二郎さんの油を表現するのにかなりですね効果的なので、これ、真ん中置いてください。はい、でここで、プレモルを飲んでいきます。あー、やる気出てきた。この上にですね、臆することなく、ここポイントです、臆することなく野菜を乗っけてください。はい、臆することなく乗っけてくださいね。はいはい、皆さん悪ふざけじゃないですからね、これね、これから美味しいラーメンになりますからね。子供のいたずらじゃないんですよ、これね、料理研究家のレシピなんですよ、これ。もう見た目はかなり二郎に近づいてきたんですけども、こいつをですね、このままラップせずに電子レンジで、大体ですね、これだと7分から7分半です。1回7分でやってみます。これをレンジに入れるとね、すごい度胸いるんですけどね、ちょっとこれやってみますね。はい、待ってる間にプレモルを飲んでいきます。うまい。はい、ということですね、レンジかけたのがこちらです。でですね、ここからちょっとジローっぽくするために、小細工していきます。うずもれたお肉を救出していきます。なんかね、あの画像とか見るとね、野菜の横にこう添えてあるんですよ、肉ね。で、この時点でちょっと肉が火の通り甘いなっていう風に感じたら、30秒ぐらいやってください。これはですね、肉の厚さとかにもよりますので、今回は結構火通ってる感じですね。この作業はめちゃめちゃ地味で料理研究家っぽくないので、カットする可能性があります。あ、いいですね、いいですね、ちょっとぽくなってきましたね、レンジ色ぽくなってきましたね。ちょっといなかったっけ、まあ、いいか。野菜もね、もうちょっとね、写真だと持ってたと思うんで、まあ、なぜラップしないのかっていうとですね、ラップしない方がですね、野菜シャキシャキになるんですね。ラップをすると蒸されちゃうので、結構ね、しなしなになっちゃうんです。この状態だと結構ね、シャキシャキのお野菜になります。あ、いいですね、いい感じですよ。さっき切ったニンニクをトッピングしていきます。めちゃめちゃ多いな、ニンニク、これ大丈夫か。はい、でね、まあ本家はどうなんだか分かんないですけど、札幌一番には特製スパイスがあるんで、これはね、周りにかけていきます。はい、ということですね、レンジでできる、札幌一番使ったレンジローの完成です。それではですね、早速食べていきたいと思います。もうね、香りがすごい、多分ニンニクの香りですよね。で、まあ即席豚と、野菜をですね、たっぷり巻き込みながら食べていきたいと思います。いただきます。あ、もうね、これめちゃめちゃうまいさ、もう普段のね、札幌一番全然違う。ニンニクの香りがすごいっていうのもあるんですけども、コクがすごいですね。多分これね、さっき言って牛脂だと思うんですね。牛脂がすごい仕事してます。でね、野菜がね、もう茹でたかのシャキシャキでめちゃめちゃ美味しいです。本当に丸々レンジにかけたと思えない完成された味になってます。あとですね、漬けダレですね、漬けダレもかなり、スープをこう旨味を加えてくれてすごく美味しい。スープ、あー、うまい。うん、すみません、ちょっとカメラ忘れて食っちゃいました。めっちゃうまいです、これ。こんなに野菜取れるんですよ、と思う、ほぼサラダですよ、これ。こんなに野菜取る、ビールマ、これね、ほんと美味しいです。なんでこれがチンでできるのかっていう、ちょっとね、自分を褒めてあげたいですね、これ。家でちょっとジローっぽいの食べたいなと思ったらすぐできちゃいますよ、これ。これは、全ラーメン好きにやってもらいたいですね。びっくりするぐらい、スープに深みがある。めちゃめちゃうまい。まあ、僕ね、ジロー食べたことないって言ってたんですけど、ジロー系列は食べたことあるんですね。まあ、そこに勝てるとは言いませんけど、かなりね、これっぽくなって仕上がってくる。ていうか、違ったうまさがね、すっごい出てるのでですね、まあ、ちょっとね、スープ全部飲んじゃうと、あれなので、野菜もりもり食べて、お肉でタンパク質も取れますのでですね、これすぐできますので、電子レンジ先生が全部やってくる。
ぜひこれ、試してみ、てください。はい、それではですね、皆様、今回のレンジロー、もうやってみたいなっていう、まあ多分ね、みんなやってみたくなったと思いますこれ、はい、っていう方、もしくはですね、美味しそうだな、食ってみたいなって思った方、ぜひですね、チャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします。